今回のテーマはフェイバリットワードソング見据える未来です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日も新たにイノベーションよろしくお願いします。今回はですね、最終日なんですけども、ゲストで東京都出身で、現在名護市でお母さんたちの幸福度を向上させるために奮闘されている、山田昇さんにゲストをお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。いやもうね、前回まではちょっといろいろ社会の溝といいますか、なんかいろいろ話を聞いてきたんですけども、今回ですね、まあそういったお話だけではなくて、ちょっともう少し山田さんにフォーカスした話を聞ければなと思います。よろしくお願いします。まずですね、聞いていきたいのはフェイバリットソング、そちらに話を持っていきたいと思います。山田さんのこのフェイバリットソング教えていただきたいんですが、はい、一つは、はい、ワニマという3人組バンド、はい、熊本出身のバンドの、はい、やってみようという曲があって、はい、歌い出しが、はい、正しいより楽しい、正しいより面白いをやろうぜってこう鼓舞してくれてる歌詞があって、はい、それがめちゃくちゃいいなと思って、なんかこう、まあ、今でもまだね、たまに躊躇する時もありますけど、なんか気になったらもうとにかくやっちゃおうかなみたいな見切り発車の時もありますけどまあそれは やってみた結果であって、やってみないとわからないことだったりもするし、やってみないとわからないこともあるし、やってみたらできちゃうこともあるんで、まあ、とりあえずやっちゃうかみたいな。いっちゃこの曲わかる？うん、わかる。なんか CM かなんかで、そうですね、AU の CM ですごい人気出たやつですよね。そうですね。あ、確かにこれ、あ、じゃあ行動、なんか自分の行動をする時の少しそのモチベーション的な曲にもなってるってことですか？そうですね。なんかたまにこう今までのこう概念とか、はいはい、枠にとらわれてしまってこうためらうこともやっぱりまだまだあったりするんで、はい、そういう時に一回うーんってもう一回聞いて、うん、あ、そうだよなそうだよなってこう思い出したりしてやろうやろうみたいな。なるほどですね。はい、ぜひもしかしたらね、わからない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このワニマという、バンドですね、3人組男性バンドなんですけども、やってみようという曲、YouTube とかでね普通に聴けますので、うん、ぜひ聴いてみてください。すごい元気になるような曲ですね。で、もう一つ曲、はい、もう一つがクリーピーナッツの、はい、かつて天才だった俺たちという曲があって、うん、はい、これは本当になんか最近すごく刺さる曲なんですけど、はい、これも歌詞の中には、はい、あいつにああ言われなければ、あの時親にこう言われなければ、俺はもっとこうなってたかもしれない、うん、だからつまりこう生まれた瞬間ってもう可能性しかない子供、はい、赤ちゃんがいろんな言葉や概念に押しつぶされて自分にはできないって思ってしまう、うん、それってなんかすごくもったいないし、うん、そんなはずはないよねって思わせてくれる曲で、まあ、ラップなのでものすごく早いんですよ、うん、早いし歌詞もやっぱ追いつけないんで、もし聞いたことない人いたらね、なんか歌詞をネットで検索すれば拾えるので、うん、まあ、歌詞見ながら聞いてもらいたいんですけど、うん、これもすごく奮い立たせてくれる曲ですね。この多分ね 5,60 代以上の方、まあ、40代の方分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、クリーピーナッツというね、その2人組の、まあ、ラップユニットって言った方がいいんですかね、うん、もうすごい2人とも、もう天才的な、2人で、組まれたユニットで、1人が DJ で世界で、優勝とかしてる人だし、もう1人のこのラップ担当の方もすごいいろんなコンテストでチャンピオン取ってるような、まあ、天才肌の2人がやってるので、その歌詞自体もものすごくやっぱり、秀逸なものだということで、まあ、ラップ嫌いとか、まあ、そういうの置いといて、まあ、歌詞だけでも見る価値あるのかな、うん、ということですよね、はい、ぜひぜひおすすめだということなので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。次の話題いきたいんですが、ここぜひ聞きたいなと思ってたところの一つで、その山田さんの好きなもの、うん、それがまあスポーツ観戦なんだというところなんですよね。これどういうスポーツ普段 見られたりするんですか？もうほぼ球技がほとんどですかね、はい、でも、まあ、あと例えばオリンピックとかいう大会だと、はい、あと柔道、はい、あと卓球も見るし、うーん、まあ、でも結構何でも見るかもしれないですね、スポーツは、はい、
これその中でもやっぱりなんかその忙しくなったり、日に日に全然違うじゃないですか、時間の余裕が。絶対ここは一応抑えとくみたいなスポーツあるんですか？ゴルフと野球です、ね、そうなんですね。絶対見ますどんなに忙しくてもネットで、はい、ハイライト見たり、はい、動画を見たりしてます、ね、あ、これちなみに結果だけなのかハイライトとかっていうプレイもやっぱり一応抑えときたいという感じ。抑えときたいです。あ、例えばじゃあ野球で言うと、野球って言っても、まあ、日本のプロ野球だけでいいっていう人もいれば、中にはその甲子園で、まあ、甲子園は今の話じゃないんですけど、プロ野球もあれば、今もメジャーも日本人たくさん行ってるじゃないですか。どっちとかって僕はあのプロ野球だけですね。あ、そうなんですね。メジャーとかあんまり興味ない。そうなんですね。まあ、たまになんかすごいプレーとか、はいはい、あったりするの見てウェイとかありますけどそんなにでもないですかね。あ、じゃあプロ野球推しなんですね。プロ野球推しですね。じゃあ、あ、その中でこの推しの球団ってどこなんですか？僕はジャイアンツが。あ、ジャイアンツですね。大好きですけど、はい、応援してるのはジャイアンツですけど、はい、ああいうスポーツニュースだったり、はい、何か見るときはもう全部見てます、全球団。とかたまに球場、この前もあのセルラー見に行ったりしたんですけど、はい、もう会場と同時ぐらいにも入って、はい、試合前練習とか見るの好きなんです。うわすげえ本当に本当マニア気質というかそういうことですね。そうそう、全部見てみたいみたいな感じです。全部見てみたい。じゃあ球団はまあ巨人で、基本的にいろんな球団をまあチェックされてるってことなんですけど、今期待する選手って誰ですか？まあ、特に今年ですかね。今年はそうですね、ジャイアンツだとあの堀田健伸というピッチャーがいるんですけど、今年3年目かな。先発ですか？先発ピッチャーで青森山田高校から入ったんですけど、入ってすぐ肘手術して、はい、もう全然投げられなくて、今年投げ始めなんですけど、もう完全に素材型のピッチャーで絶賛されてる選手なんで、もうワクワクしますよね。じゃあ彼がどこまでどんだけやっちゃうのみたいなっていうことですよね。今年の巨人ちょっとすごいですかね。体勢、抑えの体勢とか、体勢もいいですし、岡本もすごい調子いいですしね。ブリブリに打ってますね。ですよね。あのやっぱその中でもなんか佐々木朗希はどう見てるんですか？うん、いや佐々木朗希もやっぱり東北出身でね、はい、大谷翔平、菊池雄星に続いて、はい、もう普通じゃないのはもうね、はい、誰が見ても分かるので、もうあのままねやっぱりもう最短でメジャー行ってほしいなっていう、うん、そうですね、思うし、あの人がすごいので余計やっぱ大谷翔平がもっとすごいなって確かに確かに、二刀流でねやられてるんで、はい、もっとすごいなって感じますけどね。うん、やっぱりでもう一つやっぱ触れておきたいのはあのゴルフ、はいはい、ゴルフもやっぱり日本ツアーとやっぱその欧米のツアーがあると思うんですけど、チェックは どこをやってるんですか？いや、もうどっちも見れる時に見れるものがあれば見てる感じですね。やっぱり今このやっぱ松山英樹、はいはい、やっぱいいなと思いますし、今回こうマスターズで、うん、まあウッズがちょっと話題になったんですけど、やっぱ一番推してるその選手って誰なんですか？僕推した選手は女子プロで、あ、女子プロなんですねはい、原エリカプロ。あ、どっちかっていうと女子プロのを見てますね。あ、そうなんですね。まだ始めたばっかりなんで全然下手くそなんですけど、はいはい、でもやっぱりね動画とかのあの企画ものとか見て、男子プロと女子プロが試合してたり、はい、そういうの見てても女子プロが勝ったりも全然してる、あ、なんか団体戦しますよね、シニアとかも含めて、あるので、やっぱり男子プロにはやっぱどうやってもなれないし、はい、真似もできないんですけど、はい、女子プロのこうスイングをこう参考になるほど、こう力まずしなやかにスイングするにはやっぱ女子プロの方の参考した方がいいかなと思って、その延長線上で追っちゃってるみたいな感じ。そんな感じです、そんな感じです、はい、じゃあすごい近い存在、自分的な、もうなんか勝手に近づけてますはい、気になる方はね、ぜひあの女子プロの方もチェックしてみてはどうでしょうかということですね、うん、はい、で最後のまた、このテーマお話聞きたいんですが、こう見据える未来、うん、そちらをちょっと聞きたいんですけども。そうですね、まあ、自分の活動もそうなんですけども、まあ、似たような活動されている方も当然いらっしゃるんで、まあ、あの一緒にねそういう輪を広げていけたらなとは思うんですが、やっぱり未来を担うのはどうやっても子どもたちなので、うん、その子どもたちが、まあ、ありのままでいられるその社会を作っていきたいし、うん、そのためにはやっぱり
周りの人と自分との違いをやっぱり受け入れる、認め合う社会が絶対的に必要、でそれができればやっぱり思いやりとか優しさがこう循環していく世界にもなると思うので、これ本当にそれができれば絶対戦争もないと思ってるし、そのためにはまず命の大切さをしっかりみんなが共有できていくことが必要かなと思ってますね。はい、というところですね。まあ、今回本当に4日間通して何ですか、お母さんから始まって、その活動がお母さんにつながって、実は未来に子どもたちどうやってその守っていくかというか、守るためにどうやって社会を作っていくかという輪ですね、そこに話がつながっていったなというような感想ですね。まあ、この4日間通してですね、番組に出ていただいたんですけども、その番組の質の感想をちょっと簡単に言っていただきたいなと思うんですけど。そうですね、結構自分がねこうやってアウトプットすることでまた少しね、はい、学び、自分の学びにもなりますし、あとは意外と打ち合わせとちょっとね、また番組始まるとちょっとやっぱりね、はい、シャキッとしてるんでちょっと違うなっていっちゃんはいっちゃん通りです、ね、はい、楽しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、本日は以上になります。はい、今回のゲスト山田昇さんへのご連絡先はインスタグラム、フェイスブックではアルファベットでの昇山田で検索お願いします。メールアドレスは LSM レディオの概要欄からご確認ください。本日は以上になります。 See you!